弊社はですね、まあ、商品開発、要素設計、どちらもですね、両輪として回しています。商品設計に行くまでに必要な技術というところでももちろん強いですし、商品設計そのものというところでの品質面でもですね、ケアができるというところが他社にない強みかなと思っています。スマートフォンなどの通信機器をネットワークにつなぐ 5G 無線装置の開発に携わっております。高品質な無線性能を発揮するためのアンテナ配置や制御部品の選定、回路構成の検討を行い、仕様に沿って実際に無線装置の設計、試作、評価などを行っています。ワーキンググループのメンバー一同で積極的に意見を出し合いながら、将来の技術である 6G の検討を進めています。世の中の発展に貢献できるっていうところに対してすごくやりがいを感じています。私はパワーコンディショナーの商品開発を担当しています。今後はカーボンニュートラルに向けて徹底した省エネとか脱炭素エネルギーの導入っていうのを拡大していかなければならないんですけれども、住宅にあるパワーコンディショナーですとか電気自動車、これらを束ねることによって、あたかも一つの発電所のように見せるバーチャルパワープラントと呼ばれるエネルギー供給システムが主流になっていきます。こういった世界ではそれらを管理するシステムっていうのが普及していくことになりますので、技術の貢献領域っていうのがどんどん広がっていくような形になっていきます。画像処理の中でもディープラーニングっていうその AI の技術を用いた画像認識っていう分野に携わってまして、人物が写ってる画像の中から顔を見つけ出したりだとか、車載カメラの映像を使って電柱がどこにあるかっていうのを自動的に検出して、で電柱の保守に役立てるっていうようなプロジェクトもあります。その社内の技術蓄積っていう目的で、空間の形状を把握できるような機能を持った理想型のロボットっていうのを開発しています。どういったものが映ってるかっていうのを AI によって解析して、そのロボットの制御に役立てるっていうことができるなと思ってます。例えばその、インフラの劣化の検知でいうと、点検する係の人が鉄塔に登って目視で点検するっていうのはかなり危険な作業なんですけど、その AI で画像処理でもって自動的に検知できるようになれば、そういう高所作業の負担っていうのも減りますし、安全性も向上するんではないかと思っています。車載機器のディスプレイやタッチパネルの機能について開発を行っております。ソフトウェアだけでは解決できないような問題についてはハードウェアチームの人に気軽に、そういった部門を超えて相談に行けるような環境になってます。こう自分で分かんないところを追求していったりとか調べていくっていうのはすごく楽しいです。将来的にはこうフロントガラス一面カーナビのようなディスプレイのような機能になって、ガイド線だったりとか、またその他の道路の交通情報だったり AR のような感じで映し出すような機能ができたらなというふうに思っております。ノート PC の放熱設計を担当しております。冷却ファンを用いて、強制空冷の構造の検討をしております。実際に試作を作ってで、サーモカメラで発熱ポイントを確認をします。実際の温度を測定して、ユーザーが安全な温度になっているかっていうのを確認しております。こういう放熱構造検討ができるかなとか、こういう構造にしたいなとか、自分がやりたいと思った技術を、手を挙げれば、実際にチャンスをいただける会社だと思っております。家庭で得られる家電の動作状況であったり電力情報っていうのを抽出して、その中からそのユーザーを識別していくような仕事をしています。社会の困りごとを、そういう今まで蓄積されたデータっていうのを使って、解決していくっていうことができると思います。パナソニックという名前がついた会社ではあるんですけど、そのパナソニック以外の方からの委託案件っていうのも多くて、そういった意味でそのいろんな業務に携わることができて、刺激的な会社だと思っています。AWS であったり、スーパーコンピューター
まあ、そういった最新のサーバーアーキテクチャみたいなものにも触れられるっていうのがうちの良さかなと思っています。目先の技術だけではなくて数年後の技術を我々にキャッチアップしてお客様の描く未来を一緒に我々の技術で貢献していくと。自分たちで技術を仕込んで作っていきたい、そこに喜びを感じたい、楽しみたいということで自主プロジェクトというテーマを内部で作って、まあ、そこに投資をする、自分たちで新しい技術を作ると、まあ、社会の貢献、世の中をより良く、より使いやすくするためにですね、技術でそこをバックアップしていくと。